はい、ヒクさんです。荒川区議会の小坂です。はい、はい、ということで、これになってますね、毎月ちょっとね、捏造十分慰安婦展のお知らせですね。我々の先人の名誉が濡れ衣で、怪我されている、はい、それを一刻も早く多くの人が正しい知識を持つことで正していこうと、それをですね、なくしていこうと、減らしていこうということで、多くの有志がさまざまな場所で企画しているのが捏造十分慰安婦展であります、はい、で今度7月の27日、28日、土曜日、日曜日ですね、市民会館浦和というところで、まず行います。これ埼玉ですか？そうですね、埼玉県ですね、はいはい、浦和駅が最寄りになります、はい、そして8月に入りまして、8月4日日曜日に横浜市の都筑公会堂というところで、同じく開催をしてですね、はい、神奈川で続きますが、10日の土曜日には神奈川労働プラザというところで、行います。都筑って、はい、シャレってあるじゃないですか。すいません、すいません、ちょっとくだらなく言ってます、すいません、はい、で今度8月25日の日曜日にはですね、はい、茅ヶ崎市民会館で、あります、市民文化会館ですね、はい、こちらも、はいはい、ぜひよろしくお願いします、はい、一人でも多くの方に正しい歴史を知っていただくのが、これからの日本人の幸せにつながると思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。